皆さんこんにちは。本日は川島隆太博士による脳科学研究の最先端脳科学オンラインセミナーにご参加いただきましてありがとうございます。私は株式会社ニューの糸口と申します。本日進行させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。まず当社の会社概要につきましてご説明させていただきます。当社は東北大学と日立ハイテクのジョイントベンチャーとしまして、脳科学を世の中にたくさん広げるための会社としまして設立しております。当社の取締役としまして東北大学加齢医学研究所の川島隆太が CTO を務めております。川島のご紹介を少しさせていただきます。川島隆太博士は東北大学の医学部を卒業しまして、スウェーデンのカロリンスカ研究所などを経まして、現在は東北大学加齢医学研究所で脳科学の研究をされております。川島隆太と言いますと、任天堂脳トレの開発で、皆さんもよくご存知だと思います。本日ご紹介します、川島の、最先端の脳科学の研究につきまして、ぜひ皆さんご覧いただきまして、また最後に、その研究をもとに開発をしましたアクティブブレインクラブのご紹介も少しさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは川島の、セミナーの方始まりますのでよろしくお願いいたします。じゃあ始めていきましょう。まず私どものニューに関する簡単な説明でございます。でニューという会社は、我々東北大学の脳科学認知脳科学の知見と、それから日立ハイテクノロジーズさんのですね、脳計測技術、この2つを掛け合わせて作った大学発ベンチャーでございます。で東北大学は種子法人を全国の中でも持っている4大学の1つでして、実際に大学が一番のステークホルダーになっています。でそういった形での新しい会社を作りました。でこの会社において今日皆様方のお手元にお渡しいたしました XP01 という新しい脳の計測装置を開発して、これを世に問うということがスタートします。まさに今日からスタートでございます。でこの装置ですが、今私の頭の中に入ってたんですけども、非常に小さい装置です。箱から出した方はお分かりになるかもしれませんが、まさにこの我々フリスクサイズというふうに呼んでいますけども、このようなこれだけの装置で、そのまあこの装置の置いた直下の脳ですけども、脳の働きを例えば今私が講演しようとしている最中に測ろうとしたというのを見てもらって分かる通り、いつでもどこでも測れるようにするといったところが一番大きな技術革新になります。で通常ですね、まあ、これが実際に、写真でお見せした、サイズになります。重さが 30g しかありません。ですからつけていることに関して何ら負担負荷を感じないというのが実際のところであります。でこういった簡単な装置なんですが、後で原理は説明いたしますけれども、近赤外光という光をLED から出していまして、その戻ってくる光を受光するというシステムになっていますので、頭の皮膚に密着させる必要があります。そこで今回我々が商品として工夫したのはバタフライ構造と呼んでいますが、これが頭の表面のカーブに沿って湾曲するというような構造を取らせてもらいます。これによってそのセンサーがきちっと脳に密着するというような仕組みを作り上げています。でこの計測の原理自体なんですが、これは、日立製作所、それから日立ハイテクノロジーさんが、非常に進化したシステムを持っていて、我が国、日本が世界に、誇れるというか、日本がトップを走っている技術になります。で、ニルスと我々は呼んでいますが、正確に言うと、近赤外分光法と呼ばれている方法です。で、これはですね、まず近赤外光という光をその脳に向かって照射をします。で、そうすると何が起こるかというと、その手のひらを太陽に透かしてみればという動揺があるのはご存知かと思います。小さい頃やったと思います。何が起こるかというと手がぼーっと赤く見えます。これ何かというと、太陽から来る光線の中でも赤系の光、可視光線含めて体を通過するから手が赤く見えるんです。光が通過しなかったら暗くて何も見えないはずなんですが、手が赤く見えるということは、光はある種の光は我々の皮膚、骨、筋肉を通過します。
で、その通過しやすいタイプの近赤外光という光を脳に向かって照射をします。で、そうしますと光は脳の中に到達しますが、脳は水の多い組織ですし、消滅します。で、これは高校の物理でも習わないことが多いんですが、その光の性質として光は吸収体に入った時にごく一部はそこで吸収されて止まらずに反射して戻ってくるという性質を持っています。で、その光の反射を捉えるというようなイメージを持ってください。脳に向かって光を入れて脳の中をトラベルして、で、戻ってくる光を捉える、これが基本的な原理です。で、その近赤外光という光を使うことのもう一つの利点というのは、要は似たような色のものに対しては反射される、要はもう光が戻ってこなくなります。で、脳の中には血液がいっぱい流れています。で、血液というのはご存知の通りヘモグロビンという物質があって、酸素がくっついていると鮮明な赤ですし、酸素が取れているとどす黒い赤、静脈血はなります。この赤の光を反射しやすい、吸収されやすいタイプの近赤外光を測定します。そうすると何が起こるかというと、ここから光を入れてやって、で、この光の経路に血液がたくさんあれば光の戻りが悪くなる、これが脳の計測原理になります。で、じゃあなんで血液の量を測っているのかというと、ここはもう動物実験がたくさん行われていまして、脳の神経の細胞が働くと、細胞自体もエネルギーを使うんですが、一番エネルギーを使うのは細胞からさらに先のシナプスというエネルギー伝達をする場所がエネルギーを使っています。そのシナプス活動が高まると、そこに当然使うわけですからエネルギーが足りなくなります。酸素とブドウ糖を送り込むために、私たちの脳の中では自動的にそこの静脈層の血管を開いて血液の流れを速くするという仕組みが自動的に起こります。すなわち脳の血液量、血液の流れの速さを測っていれば、その近傍で脳が働いているかどうかということの推測ができる、これがこの測定の原理です。で、さらに日立製作所様の方のオリジナルの技術で、我々は、この装置の中にもう一つセンサーを組み込んでいます。で、2つのセンサーを使っている。で、なぜかというと、実は通常のニルスと呼ばれている装置は光を入れてからおおむね3センチ先から戻ってくる光を計測しています。で、脳が働いたかどうかということを調べている。ただよく考えると、血管というのは脳の中だけではありません。皮膚にもたくさんありますし、脳の表面にもたくさんあります。で、それが全部雑音成分として計算されて入ってきちゃうんです。で、これによってその様々な悲劇が起こります。このニルスという装置はですね、非常に使いやすかったものですから、普及しだしてすぐに民間企業の方も飛びついて使い出したというような経緯があります。ただものすごく多くの悲劇的な実験が行われました。で、我々専門家の手を借りないと、困ったことになるなと思っていたところです。例えば何が起こるかというと、何らかの作業をしている時の脳活動を測りたいという実験を組んだとします。で、通常こういう測定計では、何もしてないような時と何かをしている時の状態感の比較をします。で、これが一番見やすい。で、何もしてない時、通常人は静止します。で、何か作業をすると頭を傾けます。こうなるとどうなるかというと、首が折れますから、顔の皮膚がうっ血します。そうするとこの信号の経路の中に血液がいっぱい溜まることになります。それによって見かけ上脳が働いたように見えるんです。ですから何をしても静止して作業をして静止して戻すと、何をしても脳活動が上がったように見えてしまうというような実験もなされましたし、ある企業様はその空調の影響を見たいということで、その非常にクーラーの効いた部屋の中に人を入れたら何が起こったかという実験をしたことがあります。そうすると脳血流が下がったというのが結論だったんですが、いや違う、その寒いところに行けば毛細血管が縮こまります。要はこことここの血流が下がりますから、見かけ上は血流が下がるだけだというような悲劇がたくさん起こってきたわけです。で、そこで我々はセンサーをもう一つ置くことによって、頭の皮膚、脳の表面だけの情報を取り出すという工夫をしています。そうすれば顔の皮膚のうっ血や毛細血管の影響というのはそこで取り除けるわけです。そうするとより真の脳の中だけの情報に近いものが取れる、それが、この装置が採用している技術になります。で、従来はですね、ニルスと呼ばれている装置も、生活の中で使えると言っていたんですが、この絵にあるように、コンピューターにレーザーの処理装置がついて光ファイバーがくっついて
で、この光ファイバーの届く範囲でしか脳の計測というのができなかった。で、我々の技術革新は今皆様のお手元にあるようにいつでもどこでも誰でも脳の働きをチェックできるというようなものを作ったというところが大きな大きな技術革新の要素になります。で、この新しい装置を使って一体何ができるかということです。で、当面我々が提供する方法の一つは自分自身の脳の働きをその場で目で見るということです。で、どこの脳はどこを見るのかということですけれども、近赤外光という光を使っているということもあって、髪の毛黒いですからこれ苦手です。髪の毛がいっぱいあるところは非常に測りづらい。そうすると通常の人たちでいうと測りやすいのはおでこになるわけですね。スキンヘッドの方はどこでも多分測れるんですけども、普通の人はおでこの範囲が測りやすい。測定範囲としては、前のおでこの下が測りやすい。で、そこにどういう脳があるかというと、前頭前野と呼ばれているその大脳の前頭葉の一部がそこに横たわっています。で、この前頭前野は非常に都合のいいことに、我々の生活にとって、社会生活にとって非常に意味のある働きをしている領域が前頭前野に転がっています。例えば前頭前野の中央部分、ちょうどおでこの中心ですね、ここにセンサーを置くと皆さんどういう情報が取れるかというと、いわゆる心の脳の情報が取れます。この心の脳と呼ばれているのは、一番大きな機能としては他人の気持ちを思いやる、もしくは複雑な環境の中で自分が浮いてないかどうかということを判断するといったような能力です。で、この脳の働きというのは、うつ病の患者様、それからその自閉障害の子どもたちなどはですね、能力が働きが落ちているということは分かっています。これ血流がもうもろに下がっているんですね。で、我々ここまさに社会の窓だというふうに呼んでいます。で、ここの働きは一つは測りやすい。それからもっと大事だと思っているのが横です。その我々思考の脳と呼んでいます。この前頭葉の横の部分が、その記憶、学習、理解、推理、推測、抑制、意図、注意、判断、ものすごく高次な働きと直接関係しているというか、そこがこれらの作業をしています。すなわち、例えばここにセンサーを置いて作業をしていれば、その人はきちっと記憶をしようとしているか、学習が進んでいるか、理解しているか、判断しているか、推理推測しているかということも目で見ることができるわけです。実際に、今回アダプター間に合わなかったので、また追って皆様のお手元にお届けしますが、ヘッドバンド使わなくても手軽にですね、こうやってポンと当てながら何らかの作業をしてもらっているときに、自分は頭を本当に使っているかということを目で見ることができます。で、これ私は自分の中では超脳器と呼んでるんですけども、聴診器みたいにこうポッとつけるような形で、頭にひょっとつけて、あんた頭働いてないねというふうに分かることができるんじゃないかというふうに考えています。で、これは運動中でも継続可能ではないかということで、さまざまな場面での使用ができるということを我々は想定をしています。で、この一つの、じゃ脳の働きを目で見ることにどう使うかということですけれども、一つの事例がこれです。で、実際にこれは我々の会社の方で、いくつかテストをしていますが、例えば受験生の子が勉強するって頭使うことです。先ほどの肺外側前頭前野を使わないと勉強できません。でも本当に自分勉強しているときに勉強する脳が働いているかというかどうかということをモニターしたらどうだろうかということを提案します。で、それでより自分が集中しやすい、勉強しやすい勉強の仕方って自分で見つけることができないかといったようなトライアルはすでに行っています。で、ありますと子どもたちは十人十色自分なりのそのマイウェイをきちっと見つけて、あ、自分はこうするとより集中しながら勉強できるんだということを見つけてもらって、で、それはもうそれを見つけたらしばらくルーチンで続けてもらって、またしばらく時間経ったらもう一度測り直して、もう一度自分で修正をかけていく、いったような使い方ができるわけです。で、私先ほど超脳器といったのは、働くか働かないかということで場面として非常に面白いかなと思っているのは、例えば高齢者の方、寝たきりの高齢者の方に話しかけたときに、この人本当に聞いてくれてる、反応してるか、反応が出ないような方々もたくさんいらっしゃいます。エンドステージになってくるとそういった方が非常に増えてきます。でもこれをつけて、で、おじいちゃん来たよと言ったときにちゃんと脳の反応が取れていたとしたら、多分家族の気持ちも介護の質も全てが変わってくるだろう。要は今までは話しかけても反応がないから、とりあえず来たけど反応ねえからつまんないから帰ろうというふうになってたのが、
ちゃんと聞こえてるとなったら、これはまた大きく世の中が変わっていくだろうというような使い方も当然できますし、まあ、自分の孫を見ててやりたいなと思っているのは、赤ちゃんがくっつけて、おじいちゃんだよって言って、本当にこいつ認識しているかどうかというのは知ってみたいな、まさに人の脳につけて反応を見るなんていう遊び方も、提案できるだろうというふうに考えています。で、じゃあこれをですね、見る、聞くという、知覚するだけではなくて、さらに積極的に応用していこうということで考えているのが、脳を鍛えることに使うということになります。で、このために、今回は皆様方に、装置だけお渡ししましたが、この装置を使った脳のトレーニングのシステムといったものを年末をめどに、オープンしていくというふうに考えています。で、これはオープンでき次第皆様方にご案内申し上げるということになっていると思ってますが、CEO はいいですよね。はい、当たりだそうです。ですので皆様方に、ご紹介することができると思います。で、ここで何を考えているかというと、さっきの勉強の時と似たようなことがまずライトな考え方です。すなわち、世の中にあまたある脳トレーニングのソフトなり本なりがあるんですけれども、これやってて本当に効果あるんだろうかということを知りたいというのがまず第一段階です。で、どこを見るかというと、この思考の脳である場所を見るべきだ。脳トレのフォーカスはまさにここ以外の何者でもないわけです。このやや横の部分ですね、この働き、ここを使っているかどうか、ここが鍛えられるかどうかということがポイント。で、実際にこの脳の働きというのは、これは心理学のデータなんですが、まあ、ものすごく残念なことに、20歳をピークにしてまっすぐ機能低下するということはもう分かってます。これは残念ですが事実です。この会場のすべての皆さん、すでに認知機能の低下が始まっているわけです。で、そこを刺激して認知機能を上げられないかというのが、我々大学人としてのトライアルでした。で、脳をどうやって鍛えていくかということですけれども、脳というのはものすごく複雑なシステムです。で、その電気的な回路に、さらにその電気情報を化学物質に変換するというデジタルとアナログがものすごく複雑に絡み合ったシステムになっていて、かつその電気が流れることだけではなくて、そのお掃除屋だと思われていた細胞自体にも機能があるといったような、もう複雑回帰なシステムになっています。ですから、そこの機能をチューンアップしようなんて普通に考えてもなかなかできません。薬使ってもできない。じゃあ、そこに踏み込むためにどうするかということで、我々の戦略は物を単純化するところからスタートしました。すなわち、脳をコンピューターに置き換えたら、いいコンピューターって何かっていうところから考え始めます。で、多くのほとんど皆さんご存知の通り、いいコンピューターというのは、一つは計算速度が速い、もう一つは作業用のメモリー領域が大きい、この2つがいいコンピューターの定義です。スパコンというのはもうすごくこっぱやく計算できて、その計算していくデータの置いていくフィールドがものすごく大きいですし、安いコンピューターは計算速度が遅いし、メモリーも小さいからなかなか作業が進まない。これがコンピューターの意味悪い。じゃあ人間の脳も同じ場所チューニングしてみましょう。一つは計算速度を速くする、認知速度を速くするというトレーニング群を考えましょう。もう一つは作業用のメモリー、そのランダムアクセスメモリーと全く同じ機能がこの背外側前頭前野、思考の脳にあって、これを作動記憶、作業記憶というふうに呼んでいます。その記憶のトレーニングをしてみましょう。そうすると、トレーニングによって皆さんの脳のコンピューターの CPU が速くなって、 RAM が大きくなれば、そのコンピューターができることがより多くなるでしょうというのが我々の立てた仮説でした。で、当然仮説は検証するわけです。で、仮説の検証というのは東北大学の方でも15年前からずっと継続的に行ってきます。例えば情報処理のトレーニングということでは、その紙と鉛筆のパターンもありますし、こういう任天堂さんから、ドリルを使った、ゲームを作ったりもしましたけれども、これならこちらのゲームというのは、その頭の回転速度を上げるためのトレーニングです。で、何かというと、できるだけ早く作業することをそのゲームの中で追い込んでいるというのが仕掛けになっています。で、これを老若男女いろんな方にやっていただいて、その人に何が起こるかということを研究で検証していったんですけれども、この処理速度のトレーニングをすると、例えば計算問題を早く解くとか、文章を早く読むということを一生懸命人々にやっていただくと、何が起こるかというと、情報処理の速度自体が速くなるということが取れます。それから実行機能という、まあ、これは脳の働きの根っこの機能が上がります。注意能力も上がれば記憶力も上がるし、それからその大脳皮質の体積が増えるということまで証明をします。
大人になっても脳の体積を増やすことができます。で、処理速度のトレーニングでは前頭葉の一部と頭頂葉、側頭葉、この前頭葉と頭頂葉というのは注意のネットワークです。で、この側頭葉は記憶のネットワークです。で、まさに記憶力の向上、注意力の向上が起こったというのはこういう脳のエリアに変化が起こったからだというふうに我々は解釈をしています。で、さらにそのラムのトレーニング、作動記憶のトレーニングは、一応鬼トレというような形で、表現をしていて、これは NBAC 課題、スパン課題と呼ばれ、心理学で呼ばれている課題をゲームで行わせるといったようなものですけれども、記憶力をエクスパンドすることができます。私自身はトレーニング 3年間続けてますが、もともとの容量よりも今8倍近く広げた状態を保っています。もともとの50代の頃始めたもともとの容量の8倍近い容量を今維持しています。で、その8倍近い容量というのは通常の大学生の容量の5倍を超えているような容量をずっと維持することに成功をしています。で、トレーニングをしますと記憶力が上がる、実行機能が上がるだけでなくて、クリエイティビティが上がる、集中力が上がる、流動性知能という地頭の良さも上がるということも分かっています。で、どうしてそんないろんなことがいろいろ起こるかということで、脳の体積変化を調べると、これ介入の前後に MRI 取るんですけども、左右の前頭前野を中心に広大な領域の脳の体積が増えるという現象が起こっています。この脳の体積が増えるということを脳の可塑性と呼び、これが脳のトレーニングの本体であります。ただ MRI で測って脳の体積が増えたと言われても、なんとなくなんでだべというふうに思うもんですから、我々その動物実験も行っています。大人になったネズミたちをですね、何年鉄もない普通のケージに住む群と、それから迷路とかいろんな遊び道具があるケージに住む群の2群に分けます。で、その大人になった後にこのケージで 1ヶ月間暮らしてもらって、ネズミたちの脳がどう変化するかということをネズミ専用の MRI で計測します。そして測ってみると、驚いたことに海馬を中心にいろんな場所の脳の体積がこの環境充実ケージに入れたネズミたちで増えるということが分かっています。ネズミですら、そのきちっと頭とかを環境に入れてやると、そうでない環境にいた子たちに比べて脳の体積が増えていきます。で、ネズミたちですからかわいそうですが、サクリファイスさせていただきまして、脳の中を覗きますと、神経の細胞自体の数は変化がありませんでした。密度は一緒だった。ところが、その神経繊維から情報を送る、神経細胞から情報を送る神経繊維、電線の部分が、その一本一本の長さが長くなっていただけではなくて、枝分かれの数がものすごく多く増えていたということの検証も終わっています。すなわち、脳の電気回路の部分のネットワークの複雑さが一気に増したと。それの原因として、脳大脳皮質の体積が増えるという現象が起こっているんだということの証明も終わっています。それらがこうしたトレーニングをすると実行できるわけです。脳が変わるわけですね。で、能力が伸びる。じゃあこれだけでいいじゃないか。特に脳の計測をすることがないんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、ここから先が我々科学者としてのトリックの部分です。私たちが皆さんにエビデンスがあります。脳機能向上のエビデンスがあります。言っているのは何かというと、統計的に有意な差がその介入群と非介入群、もしくは偽介入群の間にありますということでしかあります。統計的な有意差があるという意味です。例えば、私が2005年に出した、これは認知症の高齢者のデータですけれども、ある介入を入れると介入群は統計的に有意な改善をして、介入入れない群は統計的に有意な増悪を6ヶ月間でして、6ヶ月後にはもともと差がなかった群が統計的に有意な差が生まれました。だからこれは認知症にとって世界でも稀な、その極めて有効な介入方法ですという結論になるんですが、で、個人個人見ていくとどうなるかというと、この場合だと、12勝3敗なんですね。要は9人の方は改善したんで有意な変化が出ているんですが、3人の方には効いていません。で、我々医学者を含めてそれでいいと思っています。それが私たちが提供するプロダクツの精度になります。100人の方にサービスを提供すれば、ざっくりと80人には効きます。でも残りの20人には何も起こらないということを知っています。でもそれで意味があると言っています。薬なんかもっと勝率悪いですし、抗がん剤なんてもその逆転ぐらい の勝率しかないんですけども、それでいいと思って出しています。で、医学の世界はそれでいい。ただこういう民間企業活動を含めて、その B2C のものを出したときにそれが通じるかというお話です。要は9人の方に当たった人たちは、すごい商品買った、よかったな、
言っていい評価も出してもらいますが、3人に当たった人たちは何の意味もないわけです。投資が全部無駄になります。で、我々は3人投資が無駄になるということを知っててエビデンスがあるというふうに言っているわけです。でそれで B2C の活動ができるかという話です。今の時代はこの3人が間違いなく大きなネガティブキャンペーンを張るリスクを含んでいて、その一つでもキャンペーンが当たると会社が一つ潰れるような悪影響も当然出てくるわけです。でかつその会社自体のことだけではなくて、せっかくいいものを作っても効かない人たちがいるというのは我々にとっても面白い話ではあります。じゃあどうしようかということで基礎研究を積み重ねていった結果、特に左の脳の前頭前野を中心に、ここがトレーニング中に働いていれば働いているほどその後のトレーニング効果が高い。我々の研究でいうと予測の研究なんですが、その初期のトレーニングの時にこの脳の働きが高ければその後のトレーニング効果が高いということを予測できるということが分かっています。じゃあ実際にトレーニング中にここを測ってきちっと働いているというトレーニングを提供していけば、まあその12勝3、9勝3敗だったのが、まあ、11勝で1敗ぐらいにはなっているかもしれないというふうに考えたわけです。で、実際にこのようにトレーニングをしながらですね、脳活動を測っていただくと、自分に合った自分の頭が使えているトレーニングであればきちっと頭が使えているというエビデンスが出てきますし、これが例えば青いままで働かなかったら、あ、これ合わない、続けてもダメだという判断がつく。そうすると、自分に合ったものを選んでトレーニングをしていけばいいんだ。もしくは生活の中でも自分が頭を使うためには何をしてないかということをきちっと自分なりの方法を自分に見つけることができるというところが、まず一番ライトなレベルで提供するサービスになります。でさらにもっと脳を鍛えたい、要は伝承したい、負けをゼロにしたいということで取り入れた理論がニューロフィードバックと呼ばれている理論です。でニューロフィードバックって何かと申しますと、自分自身の脳の働きをリアルタイムで自分でまずモニターするということが大前提になります。で自分でモニターした上で何らかの作業中にその脳の働きを高めるように内的に努力をする、2つのことをします。何か作業をしているんですけど、それだけに終わらずにさらに自分の脳活動を上げようと内的に努力をすることによって、脳の過疎的な変化、先ほど言った体積が増えるような脳が作り変わるという変化が極端に強まるということが医学の臨床で分かっています。でこれは今までは MRI を使って ATR さんなんかが中心に論文をたくさん書いていきます。脳出血、脳梗塞などの後のその後遺症の患者様に自分自身の脳活動を MRI で梗塞撮影をしながらほぼリアルタイムで見せておいて、何らかの作業をしながらその壊れた部位の近接部位の働きを上げようと努力をするとリハビリテーション効果がもう爆増するということが分かっていて、でこのやり方はそのリハビリテーションだけではなくて様々な能力を伸ばすために使えるということで、今世界で競争が起こっているエリアになります。でこれを MRI ですと当然機械自体も何億もしますし、1人頭1時間ぐらいの測定時間がいりますから、スループットが非常に悪い、コストパフォーマンスが非常に悪いんですが、これであればどこでもできる、皆さんがやりたいときにいつでもどこでもできるだろうというふうに我々は考えます。で実際にこのアプリがその ABC という、もので提供が、年末以降に始めようと思っています。でこのアプリの中では、いわゆる前頭葉を使うような作業速度の速さの課題とか記憶力の課題をタブレットでやってもらいます。でそのタブレットでやっている背景に色がついていて、それが皆さんの脳活動を直接表しています。頭があんまり働いていないと青くなっています。調子よく働き出すと赤くなっています。要は作業しながら常に赤い状態になるように自分で作業だけでなくて何らかの内的な作業を加えていく。でそれが何らかの内的な作業というぼやかした言い方をしているのは、これ皆さん全員違う方法を見つけるからです。その自分なりの方法が大体30分ぐらい付き合っていただくと、見つけることができます。今回もこの装置がですね、稼働しだしましたらぜひチャレンジしてもらいたいんですが、つけておいてでぼーっとしていると青いままでポサンポションとなっています。でそれを自分でいろんなことを試しながらどうすれば血流が上がるかということを自分の中で見つける、
というようなことを、していただけると、まさに、これだけでもニューロフィードバックを皆さん体験することができます。でただそれを何もないだけで念じてろと言ってもつまんないですから、いわゆる脳トレのアプリをしながらできるようにするサービスが、我が社から、提供されていきます。で、まあ、やってる様子がこんな感じですけれども、やってるうちにですね、この子の場合は、青かったのが徐々に赤くなっていって、ちゃんと前頭葉が働き出す。これ二重課題と呼ばれていて、2つのタスクをやってるんですが、ぐんぐん上がっていったと。でこれをこの状態を保つように努力をするわけです。でこうすると、その要はダメな人をゼロにできるだろうというのが私たちの狙っているところになります。ということで早足で飛ばしてきましたが、私からのプレゼンテーションは以上にしたいと思っております。でこの後ですね、担当の伊藤口の方から、この措置の使い方とか ABC 含めて、皆様方に、具体的なプレゼンテーションをしたいというふうに思います。まず私の話は一旦ここで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございます。皆様、川島隆太博士のセミナーはいかがだったでしょうか。最後に私の方から、脳活動を可視化して鍛えるパーソナライズ脳トレアクティブブレインクラブについてご紹介をさせていただきます。よろしくお願いいたします。アクティブブレインクラブとは、超小型脳活動センサーを使って自分の脳活動をリアルタイムに表示する世界初の最先端の脳トレでございます。誰もが簡単に脳を計測できる小型のセンサーを使いながら、いつでもどこでも脳の活動を測りながら鍛えるソリューションでございます。学生さんには学習支援、そして働く世代に関しましては、より仕事の生産性を上げたり、ストレス耐性を上げるための働き方改革につながり、そしてシニアの方におかれましては、生涯自立を目指す認知症の予防につながっていく認知機能のトレーニングでございます。そしてアクティブブレインクラブもサービス開始から2年経ちまして、多くの方々にご利用いただいております。ポイントとしては3つあると考えております。1つは、先ほどのセミナーでも川島が最先端の脳科学につきましてお話をさせていただきましたように、長年の脳科学研究に基づいた商品サービスでございます。こちらの開発につきましては、すべて川島の方で統括をしております。2つ目として、脳トレのポイントはやはり続けることが大切でございます。私どものアクティブブレインクラブは、毎月新しい脳のトレーニングを提供することによって、ユーザーの皆様が飽きない、そして継続的に脳の活動を高めることができるような仕様になっております。そして2年間の実績がございますので、皆様に安心してお使いいただくことができます。現在のご利用者様は50代の方が 37%、 そして40代 21%、 60代が 14% になっております。もちろん年上の方でございますと、85歳の方までご利用いただいております。そして2年間皆様のトレーニングいただきましたデータを集計しました結果がこちらになっております。月に1回脳年齢チェックといいまして、トレーニングの効果を皆様に、検証いただいております。脳年齢がこちらの図にございますように、開始から2ヶ月で13歳、4ヶ月で18歳、6ヶ月で26歳と、きちっと脳のトレーニング、脳トレをやっていただいている方は皆さん、脳の年齢が若返るというような結果になっております。ぜひ継続してやっていただくことによって、脳年齢は若返っていきますので、この結果をもってアクティブレインクラブの効果をぜひ皆様、ご体験いただければと思っております。そして具体的にどのようなトレーニングをしているかでございますが、こちら、前頭前野認知機能を鍛えるトレーニングになっております。主には3つのトレーニングのカテゴリーがございます。1つは頭の回転を鍛える。こちら情報処理速度や実行機能を向上させます。そして記憶力を鍛える。作動記憶、ワーキングメモリの向上や流動性知能の向上をしております。そして3つ目が注意力や集中力や抑制力などを鍛えるトレーニングになっております。
で、こちらがですね、毎月毎月新しい脳トレを3つずつご提供しております。さまざまな脳トレがございますので、飽きずに続けていただくことができると考えております。次に少し実際にどのような画面でトレーニングをするのかというところをご確認いただきたいと思い、動画を見ていただければと思います。こちら、脳活動を測りながらトレーニングをしておりまして、今スマートフォンのバックグラウンドの色が青から赤に変わっております。青い状態は脳の活動が低い状態、どんどん高くなっていきますと画面が黄色、オレンジ、赤い状態になってまいります。今このご利用者様はしっかり脳を活動させながらトレーニングをしておりますので、スマートフォンの画面がオレンジや赤になっております。このような形で自分で自分の脳の活動がどうなっているかというところを見ながらトレーニングをできるというところで、この青い画面になればもっとしっかり脳を活動するために早く解く、しっかり記憶するという自分自身のフィードバック効果、これによってより高い脳活動というのを実現するということのが、このアクティブブレインクラブ世界唯一のトレーニングになっております。で、続きまして、皆様それぞれの方に、トレーニングをしていただくことによって、その一人一人に合ったレベルがアップダウンする仕組みをご紹介させていただきます。私どもの脳トレは、この脳活動が高くなったかという脳活動のスコアのポイントと、あと先ほど見ていただいたような計算問題が早くできたか、たくさん暗記ができたかという課題スコア、2つの軸で評価をしております。例えば、脳活動スコアがとっても高くて、で、得点も課題のスコアも高かった場合には、自動でレベルがアップします。逆に、このような形で脳活動スコアがとても高くて、課題スコアが低い。通常脳活動スコアが見えない場合には課題スコアが低いのでレベルがダウンすると思いますが、この結果というのは脳をしっかり活動させているので、課題スコアが低くても脳の活動はとても良かったということで、レベルは維持するような形になっております。例えば課題スコアが100点で脳活動スコアが低かったときには、その方にとって脳に負荷がかかっていない、要は簡単すぎるというところでレベルがアップします。このような形で、その方の脳がどれだけ働いたか、そして課題がの結果がどうだったかという2つの軸を持ってレベルがアップダウンしますので、自動的に脳活動をより高めるというような仕様を私どもの方は実装しております。で、こちらがですね、アクティブブレインクラブのアプリケーションの画面になっております。記録やすべての記録が残り、効果を実感することができる画面になっております。トレーニングの記録は、毎日毎日脳活動の記録と課題スコアの記録がログとして残ります。そして、チェックの記録ですね。脳年齢がその月何歳だったか、セルフチェックの記録などもすべて残っております。そして脳トレレポートというのが毎月出まして、これは過去の脳活動の、脳年齢のチェックの結果がどうだったか、脳活動の結果がどうだったかというのを月ごとに、折れ線グラフで表示をするなどしております。まあ、こうすることによって自分の脳の活動の履歴を確認し、何か、しっかりと見える化して効果を見ることができます。そして、脳トレの効果をチェックする機能としましては、脳年齢チェックというのを毎月やっていただいて、先ほどご紹介したように脳がどんどん若返るのを皆さんにご実感いただいております。そして、脳科学の教養も向上していただく、要は正しい情報を得ることによってより脳に良い生活をしていただくということを私ども提供しております。脳のコラムや、あと毎月毎月川島先生の動画が、皆様に配信されます。はい、簡単ではございますが、以上アクティブブレインクラブのご紹介をさせていただきました。本日は大変長い時間、川島隆太博士のセミナーと、私のご説明を聞いていただきました。ありがとうございます。今回メルマガ講座にご参加いただいた皆様には、
特別価格でアクティブブレインクラブのスタンダードコースをご提供させていただきます。アクティブブレインクラブのご注文につきましてはこちらの QR コードの方から見ていただければと思います。で、必ずご決済時にクーポンコードメール5000を半額でご入力いただきますと税込み 33,280円でご提供させていただきます。詳細は、メールをお届けしておりますのでメールでご確認いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。本日は大変ありがとうございました。